やっぱり駅から近いのがもう最大でですね、あとは住所、丸の内1丁目なので、そこの住所の信頼性ってコンサルタントとしては結構重要かなと。仕事が忙しくなってくるとやっぱ時間が大事になってくるの で途中からの秘書サービスをお願いして、電話の取り次ぎもしてもらいますし、まあ、ちょっとした文章を作ってもらったりだとか、郵便物出してきてもらうとか、僕がやる仕事に集中したいので、それ以外の仕事はまあほぼ全部やってくれる感じですね。丸の内の一等地に新しくできた拠点というところで見学に行かせていただきました。その際にスタッフさんのきめ細やかな対応だったり、落ち着いたオープンスペース、清潔感のあるキッチンスペースが素晴らしいなと思い、ここに決めました。国内海外どちらもとても主要な駅の近くにあるので、将来的に考えてもいろんなエリアで活用しやすいと考えております。弊社のように外出が多く事務スタッフを雇うのが難しい会社さんだと、とても便利に活用できると思います。私は少人数でビジネスを行ってますので、通常電話対応ってなかなかタイムリーにできないことが多いんですけども、今電話対応のサービスを利用している中では、そのタイムリーにですね、お客様の対応をしていただけますので、顧客満足は本当に高まっていると思うんですよね。オフィスってその仕事のパフォーマンスを上げるためには非常に重要だと思ってまして、サーボコープって非常に空間も素晴らしくて、効率よく合理的に働いていきたい方たちで、また少人数で働いている人たちに非常におすすめだなというふうに思います。